い、どうも、田原元成です。この動画ではクイーンカップ、こちらの注目はやっていきたいと思っております。今年かなりの混戦ムードみたいなね、そんなところが伺えるわけなんですけれども、この動画が何か参考になったらそう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴の方でよろしくお願いいたします。はい、まずはスパルディーコです。この馬なんですけれども、非常に良血馬というね、そんなところがありまして、お姉さんには赤い鳥の娘、お母さんのはパパネが、共にね、この重賞、東京1600メーターの重賞を勝っているという、そんな血統ですね。この血統の特徴といたしましてはね、結構使われるたびに、どんどん良くなるという特徴がありまして、例えば、赤い鳥の娘なんですけれども、新馬戦は、負けてしまったんですけれども、その後トントン拍子で勝利を抑えました。で、アパパネに関しても新馬戦は負けてしまったんですけれども、同じように、トントン拍子で勝って G1 馬に上り詰めた、そういった共通点があったんですね。で、このアスパルディーコという馬なんですけれども、新馬戦は負けてしまったんですけれども、前走、休み明け2日でその未勝利戦を勝っての参戦という風になっております。やっぱそういった血統背景なんか考えるとね、非常にこう叩き量化型みたいな、そんな印象が伺えますので、まあ、2回目で使って変わったこと。で、今回重賞にいきなり挑戦してくる。こうやっぱりある程度の、まあ、陣営が知っているという部分もあると思っておりますので、やっぱ何らかのね、印が必要かなという風に考えております。はい、ウンブライルです。戦争が阪神ジュベナイルフィリーズ。こちら2戦2勝というキャラで臨んだんですけれども、結果的に惨敗ということになってしまいました。当時がですね、600メーター通過33秒7。これ多分歴代の、阪神ジュベナイルの中でもトップクラスの、そんな激流だったわけなんですけれども、スタートで、ちょっと後手を踏んでしまいまして、もう追走でいっぱいいっぱいみたいなね、そんな感じとなっております。まだね、ちょっと参考外にするにはちょっと、ハードルが低すぎるなという印象はあるんですけれども、ただその中にあってもね、やっぱ2走前だったりですとか、新馬戦とか、そこの切れ味だったりですとか、瞬発力、さらに、勝ちっぷり、これに関してね、全く疑いようがありません。かなり強かったです。で、今回の舞台、東京1600メーターなんですけれども、少なくともね、展開面だけで言いますと、おそらくスローです、今回。なんか、花に行きそうなのが、西のカシミヤとかそれぐらいですかね。それぐらいしかいない状況ですので、おそらくは直線で、あがり3ハロの勝負、あがり3ハロ33秒台とかね、そういった展開になることが想定をされているんですけれども、この馬の血統で言いますと、お兄さんがステルビオでして、お姉さんがステルナティーヤという馬になっているんですけれども、いずれもこの東京の1600メーター重賞で連帯力があった。でもっと言うと、母親のラルケット。この馬はですね、過去にクイーンカップ3着という風に東京1600血統みたいな、そんなところもあるんですね、このウンブライルに関しては。で、この馬に関して前走かなり高く評価しておりました。やっぱりそこの背景といたしまして2走前の勝ちっぷりとかね、そういったところがあったんですけれども、まあ、ちょっと前回だけでちょっと見限るのはまだ早いかなという僕のそんなところがあります。で、今回のその血統ですね、先ほど申し上げた血統プラス、この前走ほどのハイペースにならないメンバー構成、この条件だったらね、毎回違ってもおかしくないとそう考えております。はい、ウバローバイトです。この馬ちょっとすげえ言いにくいですね。ウバローバイトなんですけれども、この馬なんですけれども、新馬戦はちょっと今回、負けてしまったんですけれども、当時の勝ち馬は今回出走も果たず、ドゥーアイズ、この、ね、馬での2着でした。で、そこから休み明けで東京行ったんですけれども、その近に走東京1600メーター、この条件で1着3着ということで、この舞台では全く釣れていないという、そんな一頭ですね。で、この馬前走条件戦でちょっと負けてしまったんですけれども、当時がね、かなりのスロー、小頭数でかなりのスローペース。まあ結果的に切れ味負けしてしまったというそんな状況となっております。で、2走前からちょっと渋ったようなね、そんな馬場コンディションでの勝利でしたので、この中間の東京がちょっと、金曜どれぐらい降っちゃうんだろうというところもあるんですけれども、やっぱ多少なりとはね、そういったタフな馬場コンディションになる可能性がある。そこはこの馬にとってすごくプラスというふうに僕は捉えております。で、そして、前走、まあ、言っても1勝クラス負けてしまったという馬なんですけれども、そこから間隔を空けて、同じ舞台に重賞で参戦する。やっぱ陣営としてもね、この舞台の適性を示している金にそう、かなりこう、高く評価しているのかなという、そんな印象もありますし、やっぱ血統的に言うとね、やっぱ、こういった渋った馬とか、そういったところの方が僕は合うと考えております。まあ、未勝利戦でかなりパフォーマンスを上げたことを考えますと、結構その時計のかかる場とか、もっと言うと休み明けですかね。休み明けにおいてかなりパフォーマンスが上がる可能性、これは否定できませんので、やっぱこの舞台でもね、全然前進があってもいいというか、巻き返しがあってもおかしくない、そんな一頭だと思っております。はい、グランベルナデットです。戦争休み明けで中山使われたわけなんですけれども、結構強い勝ち方、そんなような印象を僕は受けました。先通過当時59秒7だったんですけれども、その中にあって4角先頭、ここを通っての勝利ということもありましたので、結構そういったスタミナ勝負ですとかね、そういった部分に対してはこの馬の適性が発揮された、そんな印象が伺いました。なので正直言いますと、フラワーカップとかね、出てくれたら、
結構本命地帯ぐらいの僕そんなような印象はあるんですけれど、まあ結果的に今回、東京マイル戦を選択いたします。なので舞台適性としては正直ね、なかなか僕は強調しづらい部分はあるんですけれども、そういった部分全部差し引いても前走のパフォーマンス、ここだけに特化すると全然ね、その重賞でも通用する可能性、これは全くないとは言い切れないと僕は考えてるんですね。まあ、確かに新馬戦ではあまり良くない結果ではあったんですけれども、前走の半年の休み明けによって馬がガラッと変わった可能性、これをまた否定できないと考えております。あと一つデータ的なことを言いますと、前走がね、過去10年のクイーンカップにおいて前走が 2000m で上がり3ハロン2台、こちらを満たしていた馬というのが2002ということで4頭走って2頭が勝利を収めた、そのようなデータもありました。やっぱ今回重賞という舞台で僕にとってベスト舞台とはね、正直言い難いんですけれども、その中にあってもね、やっぱ一定の評価必要だというふうに考えております。はい、ドゥーアイズです。前走が阪神ジュベナイルフィリーズ、こちらの方がですね10番人気と、結構評価は低かったんですけれども、3着というふうに激走を果たしました。当時改めてレースを振り返った時に、直線でちょっとねこう進路を切り替えるというか、そういったシーンがあったんですけれども、もしあれがなかったらね、おそらく2着まで来てただろうなという、そんな印象も伺えた、そんなかなり強い レース内容だったというふうに考えております。で、今回の舞台なんですけれども、東京 1600m、まあ、どれくらい渋るとかね、そういった部分も確かにあるんですけれども、まあ、ある程度はね、やっぱ、上がりとしては早いのかなという、そんな印象があるんですね。で、その中にあって、このまま過去の成績で言いますと、まあ、洋芝で、実績を積み重ねてきて、上芝でも連帯力があった。で、冬の阪神ということで結構、前走なんか600通過33秒7、そういったタフな流れだったんですけれども、その中にあって構想を果たした、なんだろう、1006なんですけれども、1008寄りとか、そういった適性が問われる舞台でこそ力が発揮されるという、そんな印象ですかね。で、今回の東京1006なんですけれども、基本的にはやっぱね、そのスタミナが要求されるというか、そんな舞台でありまして、過去の勝ち馬なんか見てもね、例えば赤い鳥の娘なんか、後のオークス連帯を果たしたとか、そういった後のオークスの構想馬もそこそこいるという、そんなような舞台でもあります。やっぱそう考えたらね、やっぱ一定の評価は必要だと考えておりますし、やっぱこれまで積み重ねた実績、そこ踏まえるとね、これ以下の評価には下げられないなというふうに考えております。はい、次でハーパーを取り上げます。この馬なんですけれども、過去2戦、いずれも上がり3ハロンでいうと4位以下ということで、ちょっとハーツクライ3区なんですけれども、なかなか切れ味には乏しいよという、そんなタイプですかね。やっぱハーツクライ3区で、超一流馬みたいなところまで行きますと、ある程度の切れ味というか、そういったところは要求されてしまうんですけれども、現時点の、あくまで現時点においてはなかなかそこには届いていないのかなという、そんなパフォーマンスでした。またですね、前走のレースなんですけれども、結構先行して粘り切ったという一戦でもありましたので、今の馬場ですね、この土曜、金曜にかけて、この雨がどれぐらい降るかとか、そういった場合にスタミナが問われた場合、そこになるとね、やっぱ自力というか、結構そういう部分もありますし、やっぱこの鞍上がね、どうしても重傷では外しにくいという、そんな部分もありますので、まあ抑えとかね、それぐらいの子には入れておいても良いのかもしれません。はい、続いてミシシッピテソーローです。この馬なんですけれども、前走がフェアリーステークスを使われまして、ちょっと直線でかなり、スムーズさを変えたような印象だったんですけれども、ちょっと外からじわじわと差を詰めてみたいな、そんなレースぶりでした。この馬に関して言いますと、2走前の阪神ジュベナイルフィリーズ、こちらの方が5着だったわけなんですけれども、当時のようなね、結構タフな流れというか、そういった部分において、この馬は適性が発揮されたという、そんな印象ですかね。まあ、なんならこの馬、新馬戦が今回と同じ東京マイル戦で上がり3ハロン最速、そういった足を使っておりましたので、やっぱ東京マイルとかね、そういった部分に関しては僕は合うというふうに考えております。まあ、ただちょっとローテーションで言うとあまりにも使い詰めが過ぎるというそんなところもありますので、上積みに関してはねちょっと難しい印象もあるんですけれども、やっぱこの東京マイルに適正、こう考えるとね、やっぱノーマークにはできるのかなというふうに考えております。はい、続いてモリアーナを取り上げます。この馬前走が阪神ジュベナイルフィリーズで2戦2勝というキャリアで臨んだわけなんですけれども、結果的には惨敗を喫してしまいました。当時の範囲もちろんいろいろあると思うんですけれども、例えばですね、まあ、レースを振り返った時にこう、スタートしてちょっと押してはいったんですけれども、そこから引いて、その間にこう道中外からガンガン被せられてしまって、しまいには折り合いを変えてしまった。まあ、あの状況ってなるとね、なかなか厳しいという言わざるを得ません。あともう一個が、前走の体重ですね。こちらの方がプラスかなり10キロ以上増えていたんですけれども、そういった部分、阪神への遠征もおそらく考慮はしたと思うんですけれども、その中にあってね、ちょっとなかなか思うような調整ができなかったのかなという、そんな印象は伺いました。で、今回の舞台なんですけれども、東京 1600m、こちらの方がですね、新馬戦で上がり3ハロン33秒0、こちらの足かなりとんでもなくてですね、例えば、同じ2歳の6月に東京1600で勝った馬、グランアリオギュリアとかね、サリオスとか、
あと重賞カッターまで言うとロードクエストとか、そういった馬もいたわけなんですけれども、それらの上がりを上回った、そこは一つね評価基準としてかなり高いというふうに僕は考えております。まあ、正直言うと自分が前走、僕はですね前走を期待したそんな一頭でもありますので、まだ諦めたくないというそんな思いはあります。まあ確かにちょっとこのエピファネイア3区がねちょっとどうしちゃったんだろうなぐらいの今の不振具合ではあるんですけれども、まあそこも含めてねやっぱ前走、前走だけでは僕は判断できません。やっぱ僕が判断したいのは2走前のねドゥーアイズを、ぶっちぎった内容ですとか、春馬戦の、東京戦6で上がり3派の33秒0、こちらを僕はね評価したいと考えておりますので、まあ、前走だけでまだ見かけれないとそんな風に考えております。はい、最後に取り上げるのはリックスターです。こちら前走フェアリーステークス参戦したんですけれども5着という結果でした。当時中山戦 600m だったわけなんですけれども、内枠で運びまして終始ロスのないようなそんな競馬だったんですけれども、まあ、ちょっと最後はね力を及ばずというそんな結果でもありました。なのでこの前からしたらちょっと枠順とかそういった立ち回りが全てなのかなというそんな印象ですかね。新馬戦においてもかなり立ち回りがうまかったというか、東京周りだったんですけれどもロスなくスムーズに運べたというところでの勝利でした。なので今回外枠がちょっと難しいのかなというね、この馬にとっては印象もあったんですけれども、重賞レベルで言うとね、やっぱ内枠欲しかった。その中にあって引いたのは2枠4番ということでね、内枠の先行が叶う、そんなシチュエーションが今回ね、望まれたというそんなところとなっております。なので今回まあ舞台代わりに関してはね、前走より少なくともいいというふうに考えておりますし、この枠だったらね、スムーズに運べれば上位進出があってもおかしくないというふうに考えております。はい、以上でクイーンカップの注目馬は終了となります。過去には結構 G1 馬とか、そんなところも勝った一戦ではありますし、結構オークスとね、つながるようなそんなところもありますので、そこを想像しつつの、そんなような注目馬だったしというふうになっております。この動画が何か参考になったら、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。